山本統合は日本の元俳優である。本名は山本鎌像。ハリウッド映画からスタートした日本人俳優で帰国後は小畜蒲田撮影所、日活渦政撮影所、新興キネマ、東京撮影所などで活躍した名脇役として知られる。1886年11月4日、神奈川県横浜市根岸市に生まれる。 旧制近所中学校を卒業後、早稲田大学政治経済科に進学する。1904年2月、早稲田大学を中退して渡米へ。主事の職業に従事していたが、日本から来た在留法人相手の新破劇団に急遽加入し、各地を巡業する。1920年からは映画俳優に転校、ファーストナショナル社に所属していた映画監督マーシャルニーランに見出され、 同年2月22日公開された表現の彼方に、で、ルイス・ストーン扮するカナダキバ警官隊の隊員と、殺人犯の敵役として出演し、話題となる。以降、同年10月17日に公開された、セシル・ビー・デミル監督映画、人間区や、翌1921年3月21日に、公開されたゴールドウィン・ピクチャーズ制作のフランク・ロイド監督映画、 東洋の鬼娘などのハリウッド映画に脇役として出演。1923年2月、日本に帰国した。1925年、大東キネマを創立。自ら監督と主演を兼ねて、岡田時彦、石井博藤川三之助、瀬川鶴子と共演した大作、幻の小舟を制作するが、失敗に終わる。 その3年後の1928年夏、小竹蒲田撮影所に入社、1930年7月6日に公開された、小津安二郎監督映画、その夜の妻や、同年12月12日に公開された、お嬢さんなど、多くの作品に脇役出演した。1931年9月、小竹蒲田を脱退した、鈴木伝明、高田実、 岡田時彦と共に富士映画社の創立に参加、同年12月31日に公開された鈴木重吉監督映画、栄冠並ありなどに出演したが、わずか2年で解散。1933年春、岡田と共に新興記念馬に入社するが、間もなく日活渦政撮影所に移籍し、同年6月15日に公開された山中貞雄監督映画、 万学の一生などに出演。1934年からは、日活玉川撮影所に移籍するが、後に、新興キネマに復帰。1942年1月27日の、戦時統合による大英の設立以降も継続入社、大英京都撮影所に所属して、脇役出演を続けた。この間、山本の長男が、ニューギニアの戦いで戦死している。 第二次世界大戦終結後は、大英東京撮影所に所属し、脇役出演していたが、1947年、東方を経て新東方へ移籍。1979年10月23日に発行された日本映画俳優全集男優編では、1948年9月9日に公開された渡辺国夫監督映画、江野剣のホームラン王を最後に退社。 芸能界を引退したとされているが、翌1949年2月1日に公開された稲垣博監督映画、白頭金玄丸に出演した記録がある。以後の消息は不明とされていたが、東京新聞1952年3月29日付によれば、晩年は通訳者を経て、東京都港区芝浦で倉庫業に従事していたが、去る3月24日に、 急性肺炎のため、東京都文京区湯島天神町の自宅で死去したと報じられている。満六十五細胞つ。アメリカ映画日本映画。ありがとうございます。